はい、こんにちは、レトスノーノです。8月15日の3問に入っていきます。A の被用者 B と C の被用者 D の行為につき、E に対して使用者責任を負うとき、A が損害賠償金を全額支払った場合、A は C に対して求償権を行使することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。まず、この状況を確認したいんですけれども、まあ、被用者は従業員ですよね。で、A の被用者は B だから、従業員 B の使用者は A なんですね。会社が A っていうイメージですね。で、被用者 D、従業員 D の使用者は C なんですね。で、B と D の行為で E が被害を受けたという状況です。B と D の行為で E が被害を受けましたと。で、B の使用者である A が損害賠償したんですね。全額支払ったという状況です。で、この場合、A さんは、使用者 A は、使用者 C に対して求償できるかっていうことは質問されているわけです。で、一応図を書くとこんな感じですね。従業員 B がいて、その使用者が A。従業員 D がいて、使用者が C。そして、B と D の共同不法行為によって、E に被害を与えちゃったという状況なんですね。そして、A が全額賠償したという状況です。弁済って書いてありますけども、まあ、賠償したと。全額賠償した。で、A さんは、使用者 C に求償できますかというところが質問されているんですけども、これ、求償できるんですね。負担割合って、これ、まあ、過失割合って考えていただくと分かりやすいです。B と D の過失割合に応じて、求償できますよってことですね。まあ、今回の問題は、求償できるかどうかを聞かれているから、まあ、求償できる、丸っていうので終わりなんですけども、どれだけ求償できるかっていうと、この過失割合に応じて求償できるよと、まあ、いうことです。まあ、イメージとしては、まあ、D さんの方が、まあ、過失の割合が大きかったと。D さんの方が責任重くて、B さん責任軽かったっていうのであれば、A は C に対して、比較的大きい金額を求償できる、請求することができると、まあ、いったイメージですね。で、問いにですね、取引士、いわゆる宅建士です。が、業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士は、その登録を少女されることはない、丸か罰かという問題です。答えは、登録少女されることはありませんので、丸になります。取引士が登録少女されるのは、どんな場合かっていうと、この4つのパターンですね。不正手段によって登録を受けた、もしくは不正手段によって取引主張の交付を受けた場合。二つ目が登録の結核事由に該当する場合。三つ目が事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合。四つ目が事務禁止処分に違反した場合。この四つなんですね。で、今回の内容っていうのは、業務上過失傷害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。で、これっていうのは、今話した1から4に該当しないんですね。したがって登録少女はされません。なので登録少女をされることはないっていうのは丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは登録少女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。登録の結核事由に該当する場合、これに当たるんですね。傷害罪による罰金刑っていうのは、登録の結核事由に該当してしまいますので、登録少女処分事由に該当すると。つまり、登録の結核事由に該当するから、登録を取り消されますよっていう話です。ここの二つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。で、問3です。土地区画整理法による、建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施工者は事業の施工のために必要となった時は、いつでも移転または除去することができる。丸か×かという問題です。答えは×ですね。この施工者っていうのが誤りになります。建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、これ邪魔ですよね。この場合、都道府県知事等、知事は相当期間を定めて必要な限度において現状回復または移転除去を命じることができます。つまり移転除去できるのは知事なんですよ。
施工者の権限で移転除去ができるわけではありませんので、ここは引っかからないようにしましょう。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。